松本さんにはご連絡はしたんでしょうか。お電話はさせていただきました。最初の段階で僕が自分の勝手な解釈で思い込んで打ち上げ代を出してもらっただけだということを言ったときに、松本さんはいや全員がいくらもらったかと、いくらもらったかとか、そういう細かいことを全部言った方がいいとおっしゃっていただいたんですけども、僕は当初やはり甘く、とんでもなく甘く考えていたので、そうですねと、あんな恩義のある先輩の大事なアドバイスを、ちゃんと受け止められませんでした。すいません。その後謹慎が発表された時に、もう一度僕は松本さんに電話をさせていただきました。嘘をついてしまっていました、すいませんと。松本さんは休んでる間、僕の出ている番組、俺の ノーギャラでも出たるからと、こんな最低な嘘をついたやつのためにノーギャラでも出たるわと、優しい言葉かけてくれていました。申し訳ないです。すいません。